プログラム1番、全体合奏、月の光。この曲は、作曲者は不明ですが、李重生に書かれた作曲家不明とする説もあるようです。シンプルなメロディーで、小さい子でも弾きやすく、西洋ではコンサート用の鉄琴、グロッケンシュピールの練習曲として定番となっております。指揮は斉藤純子先生です。Thank you.
どうぞ。プログラム24番コレール作曲トリオソナタオーパス3ナンバー10短調1・2・3楽章ファーストバイオリン鈴木かりんさん、セカンドバイオリン新谷愛ちゃん、チェロ鈴木かりん、鈴木あんりちゃん、チェンバロは大河美さんです。セカンドの新谷愛ちゃんのコメントです。私は初めて室内楽をやります。練習の時に皆さんが話したり笑ったりしているのを見てとても楽しそうだと思いました。この曲も練習するうちに少しずつ弾けるようになりました。これからも皆さんと頑張りたいです。皆さんどうぞ。
界や周りの人と合わせることが難しかったです。音を大きく出すことを意識します。どうぞ聞いてください。月は足塚陽子先生です。ひよりさん、どうぞ。Thank you.
州と大橋26、ナンバー9、美談町、美学賞。この曲の美学賞は、小学生の頃に一度演奏しましたが、美学賞は初めて演奏します。美学賞は、1、3とまた違った大人っぽさがあるのが特徴です。今日は大人っぽさを表現しつつ、後輩の手本となれるような演奏ができたらいいです。指揮は足高洋二先生です。佐藤さん、どうぞ。
28番、さらに3バイオリン、小学6年生、ロカテリ作曲、カデンツ、橋塚洋二作曲、バイオリンの日本、オーパス3、ナンバー8、お誕生、一楽章。ロカテリの作品は、主にバイオリンを中心としたものが多く、この曲は、題名通り技術のたくさん詰まった曲です。今回は、橋塚先生がカデンツのつなぎを考えてくださいました。今日は、その演奏技法を発揮させていきたいです。指揮は、橋塚洋二先生です。リンさん、どうぞ。Thank you.
29番全体合奏クラップ作曲足塚洋二編曲トランペットボランタリー。トランペットボランタリーは西暦1700年頃の作品で、宮廷の礼拝式前後に演奏するために作曲されました。ボランタリーという曲種はもともと教会の礼拝に伴うオルガン演奏で、作曲したクラークの作曲家でオルガニストです。指揮は足塚洋二です。皆さんどうぞ。Thank you.
Thank you.
中学2年生、ムラン・マレー作曲、足塚洋二編曲、ラ・ポリア。この曲は1000年前にも弾きましたが、オーケストラの音に負けてしまい、悔しかったことを今でも覚えています。だが、今回は技術の動画を加え、足塚先生に編曲していただいたことでレベルアップしたラ・ポリアになりました。聴いてください。指揮は足塚洋二先生です。Thank you.
チェロ、中島ひよりさん、チェンバロ、大田千夏さんです。